おはモーニー。鳥取に舞い降りました。日頃の酒疲れを鳥取に癒しに遠征とは言っても、東京から鳥取は1時間25分くらいで行けてしまうの。飛行機、文明の利器、もちろんコロナ感染対策もしっかりとしていました。ANA ケアプロミスという取り組みを行っているそうで、機内は3分で新鮮な空気に早変わり、病院の手術室の空調設備にも使われている高性能フィルターを使用しているので、安心安全に空の旅を楽しめます。米子北郎空港を後にし、まず最初に訪れたのは大仙寺。絶賛2日酔い中なので、ここで酒気をお払いしてもらってアルコール浄化してもらおうという魂胆。肩も重いし妖怪のせいかもしれない。というわけで早速お払いしてもらいます。お払い中。ただ日頃から姿勢悪くて肩凝ってるのと、ただの二日酔いなので妖怪の仕業ではなさそう。心なしか体調復活したので、朝から山で乾杯。おいしい。メニューは優しいうどんやおこわ、抹茶や甘酒なんかもあったので、ビールを頼みました。カキピーもついてきた。山の懐で飲む酒は新鮮な気持ちになれる。お坊さんが作るジャパニーズバーガーもあった。レンコンの歯ごたえと長芋のトロトロ、何よりもこれ食べれば守護神つきそうな禅の文字。とんでもなく寒かったので、大仙そばも寒すぎてストーブの前にずっと張り付いてる。私が妖怪なのかもしれない。すべてが温かい。ズルポズルポ。おいじーん。神は乗り越えられる試練しか与えないとドラマ人で言われていたように、私もこの寒さ乗り越えてみせる。七味を振ったら酒が進むわ。なんかこういう朝素敵やん。ちなみにここでみんなにお土産もたくさん買ったよ。監修。千鳥足で修羅の道をくぐり抜けてたどり着いた絶景。呼吸が、空気がいつもと全く違う。自然、豊か、紅葉、空気、おいしい。あまりにも景色が綺麗だったので、鳥取の思い出を切り絵にしました。私が作った切り絵をこの風景にかざすと一枚の絵が完成するよ。どうか現地に行って完成させてほしいです。切り抜きカードは鳥取の米子北郎空港と鳥取空港の入り口で配布されてるので回収してね。空港総合インフォメーションで一声かけると受け取れます。詳細は概要欄をチェックしてね。修羅の道を歩き、紅葉を見に来ました。なんか湧き水とか結構あるじゃないですか。チェイサーとして飲めないのかなと思って、ここまで春場で登ってきました。湧き水発見。新鮮で美味しそうですね。食べられそうな木の実も見つけたけど猛毒でした。お昼は鳥取和牛を食べるんだい。和牛先着10名様チャレンジに駆け込みました。旅先では美味しいものを食べてうまい酒を飲むって決めてるの。タレを用意してスタンバイ。来ました、どでかいジョッキが。ビールが来ましたよ。和牛はもうツヤがすごい。田中みな実の肌並みのツヤ。乾杯。ごくりんごくりん。重量感が半端ないって、それだけ愛が重いってことか。幸せな二人を祝福してくれる肉の鳴き声、なんかもう芸術。米の上に乗せて一緒に食らう。おいしい。そのままビールと合流させて幸せの絶頂。鳥取移住します。和牛は霜降りで脂が甘くて重厚。さっぱりビールとの相性がいい。わさびをちょんちょんと乗せて食べるとより一層メリハリがあってうまし。調子に乗って厚切りタンも焼く。塩コショウでシンプルに、最後にレモンを絞っていただく。大好き。ビールを嫉妬させながら卓上調味料をちらっと見てると目に入った肉専用サワー。ジントニ、もちろん頼んだ。ブラックペッパーが印象的。監修したので肉を挟んでジントニへ行こう。なるほど、生搾りレモンとブラックペッパー、どちらも刺激的で肉と合わせるとかなりさっぱりする。担々ごま冷麺もしっかり食べました。白ごま系のスープはすっごく好きなんだよね。濃厚でミルクっぽくまろやかだけど冷麺だからすっきり。ごちそうさまでした。移動中に外を眺めていたら虹が出てた。虹なんて見るのいつぶりだろう。東京では見たことがないかもしれない。焼肉後は大仙牧場ミルクの里に行ってきた。牧場、遠距離から牛を眺める。おいしい。ミルクの里のレストランで頼んでしまったサーロインステーキ。白バラ牛乳を使ったミルクラーメンも気になったけどこっちにした。大仙クラフトビールも一緒にお供をしてくれるって。乾杯。そういえばやはり寒さには打ち勝てず、途中島村で飯店を買いました。ニット1枚で来た私の愚かさは酒で忘れます。ステーキ柔らかくて美味しい。ポン酢でさっぱりとしてるのでちょうどいい。鳥取県産 F1 牛を使ってるんだって。牛を見た後に食べるステーキは道徳の授業、命の授業感がある。ここ教育枠のチャンネルなんでね。牛のぬいぐるみもくじ引きで引き当ててきた。この前このぬいぐるみちらっと動画に映った時、鳥取のミルクの里のですかってコメントがあって、これだけで分かった人すごいです。取り立てのミルクを使って飲むヨーグルトで便秘解消だね。くじ引きは取るのに苦戦しつつ引き当てた4頭で、出荷待ちで密になっている牛を引き取りました。景色も綺麗だね。ここでもみんなにお土産買ったよ。歩いていたら猫がいた。シャッケとポッピーは妹の家でくつろいでおやつ袋大破してるみたい。妹の学校の課題がおやつのかすまみれになったらしいです。海景温泉の近くの海に来た。なかなか渋い海だ。演歌歌えそう。楽しいね。
宿にチェックイン。これは一人で過ごす宿です。どーん、ここで多分踊るんですかね。こっちにはなんかいろいろスチーマーとか、あとね、面白いのがウノとかオセロがあります。一人で遊ぼうと思います。はーい、貸切風呂初めて。あったかい。わー、これありがたいですね。今までほとんどやっぱりね、こう化粧水とかはないところが多いので、ありがたい。生きててよかったと思えるほどもてなされてる。ラウンジでは夜の9時まで日本酒が飲み放題なのもあつ森。しかし例の時間が迫っていたので、一瞬だけ風呂に入って飛び出て向かった先、そこには鳥取で解禁になったばっかりのカニが待ってた。缶酒の知識が豊富な米子一の大将に全て酒の選抜は託しました。ミシュランガイド京都大阪プラス鳥取2019で一つ星のお店なんだそう。私をこんなにもてなしてくれるの泣いていいですか。おいしん。2021年最も贅沢な夕飯かもしれない。普段カニなんて食べないので、どうやって食べるのかわからない。試行錯誤しながら身をほじっていく。カニってこんなに日本酒とも合うのか。酢みたいなのにつけて食べるんだけど、その酢さえうますぎて気づけばカニを食べきる前に全部飲み干していたよ。カニの刺身はプリップリで甘エビ級。カニ七変化しすぎでしょう。ザワチンなの。やば。カニ味噌いらっしゃいましたか。普段いそってるカニ味噌とは全く違うんだわ。どっちが本物。舌の上で濃厚に溶けて私の脳も溶かされていく。いくらも乗ったカニ飯は柑橘の器に入ってる。柑橘の香りに包まれたカニと酢飯、感動。カニと日本酒で頭が幼児対抗しバカになってしまいました。なのでどれがどの日本酒か今把握できてないんだけど、毎回酒器も違ってこだわりがすごい。獺祭とか合算、弁天娘なんかを飲んだかな。今回飲んだお酒以外にも千代結び酒造さんの剛力や稲田酒造さんなんかも地酒として有名なの。締めはカニ鍋。温まりすぎて半袖になってしまった。このカニの出汁が染み込んだつゆを使って最後は雑炊。最高すぎました。大人に戻りたくない。オンハモーニー。朝ごはん衝撃を受けた。豪華すぎない？海鮮丼が起きたら食べられるの？初期から応援してくださっている視聴者さんが濃いめのハイボールくれました。ナイス。チェーサーの味噌汁。せっかくなのでこの時だけ浴衣を着ました。今日も寝坊してしまい、スケジュールを組んでくれているお仲間様にさすがに今日は怒られました。やっぱり集合場所は私の前にしてもらわないとダメなのかもしれないです。晴れたので向かった先、そこは鳥取砂丘。この瞬間のためだけに持ち運んだドローン。画質と景色は異次元すぎる。ラクダがありよりはべり、今そかりしてる。ラクダ。呼びかけたら振り向いてくれた。ラクダに乗って記念撮影できるそうなので乗ってみた。暴れ狂ったラクダを見たのが最後だったので安心した。なんとも言えないシュールな時間。念願の砂卵をゲットしたよ。これをつまみに飲んでみたかったの。氷のために砂丘に来たようなところもある。砂卵おいしい。ここでは砂時計をみんなのお土産に買ったよ。米子からはちょっと離れているから寝坊厳禁だね。たまにはデザートも食べたくなる。というか食べてばっかりかも。マロンの奴隷になってくる。堕落した自由人かマロンの奴隷か問われていて、すごく哲学的な米子パフェ。栗がこぼれそうなほど盛られてる。どら焼きっぽい部分にかぶりついた。これはマカロンでした。栗はとっても甘くてホクホクしてる。モンブランの美味しいとこ、贅沢食べしている気持ち。モンブラン5個分くらいの破壊力があります。栗のクリームとかさつまいもも入ってて至福。幸せを堪能したらあっという間に帰りの時間。つまみには砂丘らっきょう。バリボリボリビア。咀嚼でトリップ。甘いもの食べたからしょっぱいものが恋しくなる。しめ鯖も食べちゃおう。油が乗っていて濃厚。鳥取で鯖寿司食べたかったけどタイミングがなかったからまた来ないと。昨日1年分くらいのカニを食べたのに、次の日にはカニロスになって頼んだカニクリームコロッケ。濃厚でしっとりと、ここでもカニを感じ取ることができました。空港ではさすがに斑点を脱いで帰宅モード。帰りたくない。だけど時間よシンデレラ。さよなら米子。心が浄化される旅でした。瞬きしたら東京にいたよ。切ないね。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。もう最高です。食べまくったので、も帰ってから体重計乗るのほんと怖かったです。行った場所でみんなへのお土産をたくさん買ったので、ぜひぜひ Twitter キャンペーンにも応募してみてください。米子北郎空港と鳥取空港では私の作った切り絵が配布されているので、みんな現地に行って撮ってきてください。自宅のインテリアとして飾ってもいい感じになること間違いないです。コロナ感染対策をしながら気をつけてきてね。ほんじゃバイバイ。